1億円あれば何をしますか。唐突だね。何するかな。でも私なんかそのなんか好きな人のたちのためにさ、家族とか そのそれこそ差し入れとかするの好きだからさ、半分ぐらいはそういうことに使って、あと貯金しようかな。面白くな面白くないね。1億円でライブしましょう。ちょっと今はできないかな現実的、リアリスト。ウォータープルーフ、あんまり詳しくないかも。あ、そうだね、岩盤浴作るか。それはそうだ、岩盤浴作ろっかな。じゃあなんかいいとこに、いいとこに専用で健康になろっかな5000万円分の差し入れ一気に使うわけじゃないんだからでもなんかそれこそご飯とかさ、ご馳走したりとかできそうじゃん。いいよ、そういうのは。いいお金の使い方ですよこれ差し入れの一軒家です。嫌すぎ。ちょっと気持ち悪いまであるじゃん。